いやもうそんなラッキーですよ。さっき一個前のホールを右すっ飛ばして危なかったですよ。ついてるじゃん。その前、午前中ですよ。めっちゃ右すっ飛ばしたら OB とか行ったと思ったら木に当てて出てきた。フォーキャリーさんに右行って出てきたのあんただけだよって思った。下まで折ってくれればいいだよね。来たよ、あのプロが。そう。あ、右の方来た。オッケー、オッケー。右ラフ。素晴らしい。はい。危なかった。よかったです。行ってきます。前半良くて後半同じく崩しちゃうっていう感じだったんで、そこを自分は悪いところをまた見直して、来年のダイジェストの方に向けて頑張っていきたいと思います。とても本当に疲れました。もうやる気がなくなったので、来年はすごいリベンジをしてまた後面をやっつけたいと思います。今日はいい雰囲気でみんなと回れたので楽しかったです。今日は楽しく回れたので良かったです。昨日打っちゃったんですけど、今日はいい雰囲気で楽しく回れたので良かったです。ラスト3ホールとかでスコアを崩しちゃうことがすごく多いので、次はそこをちゃんといいスコアで回れるようにでき
できればなと思います。OB4 つも出てしまったので、次回の試合は OB 打たないように頑張ります。あまり良くなかったんで、全体的にショットが。なんで来年またこの大会でリベンジして戻ってきたと思います。選考会はイーブンパーで回れて良かったんですけど、本戦2日間たくさん打ってしまったので、次の試合に向けてまた頑張りたいと思います。ゴルフのプレーではすごい悔しいところがあったんですけど、まあ、すごい仲いいこと回れて楽しくできました。今回は納得いくことができなかったんですけど、またいろんな課題が見つかったので良かったと思います。まあ、最後まで諦めないという気持ちで、頑張って2日目すごいいいスコアで回れたので良かったと思います。アプローチも結構簡単なアプローチが全然寄らなくてミスばっかりだったので、その課題をしっかり修正して次から頑張りたいと思います。まあ、OB とかも出してしまったので、来年はもっと頑張りたいと思います。とても、悪いのがよく出た3日間で、また練習しないとなっていう改めて思ったので、これからまた一生懸命やります。2日目の後半をたくさん打ってしまったので、来年出たらもっといいスコアで回れるように頑張りたいです。18番の最終ホール 1.5 メーターのパーパット外してとても悔しかったので、来年またリベンジしたいです。2日間通してグリーン周りがあまり良くなかったので、これからそれを克服していきたいです。選考会の前半ハーフが一番良かったので、いけるかなと思ったんですけど、結局ボロボロだった。でもまあ収穫もいくつかあったんで、それを生かしてまたこれからの試合に全員に行けたらいいなと思います。まあ、満足のいくプレーができたと思うんで、今後にまた大学生になるんで、それにつなげていきたいと思います。2日間みんなと楽しく回れて良かったです。最後のダイジェスト楽しく終われました。先輩方と楽しく回れて良かったです。今後の課題としてはパターンをしっかり練習して、はい、入れるところは入れたいと思います。自分のやってきた課題がうまくできたと思うので、まあ、これからもまた試合が続くので頑張っていきたいと思います。この大会には小学生の頃から出させていただいて、これが最後の試合になるんですけど、まあ、うまくいかない部分も自分の中ではありましたけど、楽しいゴルフになったと思います。ありがとうございました。選考会の日に明日かの8番ホールで3打目が入ってイーグルを取ることができました。この3日間で私は筋肉痛になったので、来年はバテないように今日から体力づくり頑張ります。2日間合わせて80台だったので、次来年があるんで、来年は横アンダー出して回りたいと思います。2日間終わっていろいろ課題が見つかったので、また練習して頑張っていきたいです。パットで、課題が見つかったので、また来年に向けて頑張ります。緊張した場面でも自分のプレーができるようにこれから練習してレベルアップしていきたいと思います。最終ホールで左にチーピンの OB 打っちゃって、いつもチーピンなんか出ないんですけど、ちょっと多分意識しちゃって OB しちゃって、本当もったいないです。自分のプレーはいつも僕はちょっとバーディーはたくさん取るんですけど、 OB 打ってボギーをたくさん打ってなんかもったいないみたいな感じだったんですけど、今日はノーボギー4バーディーで29パット、すごくショットも良く、いい内容でゴルフできたんで、良かったなと思います。今後は日本オープンとか、あとこの派遣で行かせてもらう中国のアーロン・バデリーがあるんで、それに向けて、日本アマはローアマ取るのと、中国では日本チームに貢献できるように頑張りたいと思います。皆さん、今日はお疲れ様でした。プレーオフを初めて経験して、本当に一度もミスしてから手の震えが止まらなくて、最後のバーディーパットはどうやって打ったか覚えてません。本当に優勝を狙ってたので優勝できて嬉しいです。